米大リーグドジャースの大谷翔平投手は13連戦を終え、23日、同24日は久々の休養日。連戦中に生まれた象徴的なシーンを振り返る、16日、同17日のレッズ戦では自身のボブルヘッド人形が配布され、驚きの光景も生まれたほか、少年に対する粋な行いも話題になっていた。 先着4万人に大谷翔平投手のボブルヘッド、首振り人形が配布され、中には1700のビジターユニフォームを着た、レアモデルも混ざっていたことで話題になった。平日にもかかわらず球場周辺には長蛇の列ができ、今季メジャー全体で最多の5万3527人が集結。のファンも、平大谷効果だ、金が大谷に、 支払われた理由、などとざわついた。さらにこの日は病と戦う13歳のアルベルトリー君に支給式とこの日の球場スイートルーム利用券をプレゼントして話題に。大谷の契約には、毎試合のスイート利用券が含まれていると報じられており、ドジャース公式サイトの案内によると、ドジャースタジアムに設けられた、バンク・オブ・アメリカ・スイートは最低8000ドル。 約124万5千円からの値段設定だ。X では素敵、プライスレス、などと賞賛を浴びていた。この日、試合前にはアルベルトくんとサプライズ対面。目の前に現れた大谷に、アルベルトくんは目を丸くして驚いていた。ドジャース公式の X、旧ツイッター、が公開した交流の裏側を伝える動画では、衝撃だったよ。 喋ることすらできなかったし、10秒くらい呼吸もできなかった。なぜなら彼に会うのは初めてだったから、これは人生で一度きりの出来事だと思うし、お母さんやここにいるみんなに感謝したい、と口にしている。敵地でも驚きの光景が生まれていた。13日、同14日にサンフランシスコで行われたジャイアンツ戦。オラクルパークの客席の様子を、 ジャイアンツ側の地元ラジオ局 KNBR 公式 X が今夜のオラクルパークではドジャーブルーが目立つと紹介。一塁側スタンドの多くがブルーのグッズを身につけたドジャースファンで埋まっていた。敵地では異様にも見える光景。米国のジャイアンツファンからは頭にくるなぁ、完全に乗っ取られてるなどと様々なコメントが書き込まれていた。19日 同20日のレッズ戦では自身4年ぶりのサヨナラタイムリーを放って観客を沸かせるなど、プレーでも打率点348、13本塁打とチームを牽引。毎年6月の強さが話題になるが、5月から好成績をマークしている。